ラススーパーフライと申します。ラススーパーフライポテトというものなんですけれども、もともとオランダから輸入しているもので、弊社は1972年に国内で販売を始めまして、で特徴がですね、この粉と水を混ぜ合わせたものを機械で押し出して作るというポテトで、こういった長いポテトが今流行ってまして、イベントですとかお祭りですとか、あとはまあスポーツのスタジアムとかで使っていただいております。で作り方としては、まあこういった小型のハンドマッシャーもありまして、こういった機械で押し出していただくものもあるんですけども、それだと結構お祭りとかですね、小さいスペースでも簡単に押し出して作れますので、これもよく使っていただいているものです。やっぱりイベント関係のお客様が多いんですけれども、というのも冷凍ポテトと違ってですね、冷凍庫がいらないので、こう外で調理するのにも向いている商品なので、揚げ時間が短いんですね。なので油の劣化も抑えられたりですとか、あと揚げる時間自体も早いので、冷凍ポテトとは違う風味ですとか味とか食感が生まれます。こういったちょっと今までにない長いポテトのご案内ということで、弊社もいろいろご案内をさせていただきたいなと思っております。今後もラススーパーフライの、ラススーパーフライポテト、どうぞよろしくお願いいたします。